はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？昨日の続きやっていきます、前回のね。今日ご紹介するのは、ローリングスさんのね、ハンマー、グラブマレットになります。除外税込み2530円になります。お手頃でしょ？こちらが、エッジがついたヘッドで、反対側はラウンドのヘッドです。ですので、エッジを使ってうまく、こう、全体を広げながら、で、ここは角度がついてほしいなっていうところをね、このエッジを使って、で、全体仕上げにこの、ラウンドの方で、叩いてやっていきますね。まあ、こまめにこう。で、特にこのラウンドの方は、こう、ボールを掴むような感じで使っていくと、キャッチボールと同じようにキャッチボールよりも効果的にグラブミットを柔らかくすることができます。で、前回は従順、こちらはオイルベースでスクワランミンクオイルっていうことで柔軟性を出すんですけども、今日はローリングスさんのレザーゲインを使っていきます。保湿捕獲ツヤ、柔らかくするというよりはしっかり栄養補給してしっとりさせましょうということで、内容物はですね、ヒアルロン酸、肌に良さそうでしょ、カルバナワックスシリコンラノリンスクワラン精製水日本製ということで、こちらはウォーターベース、水ベースでございますね。皮の内部から保湿、潤いを与えるヒアルロン酸が皮の内部まで浸透し、皮全体に十分な潤いを与えます。あ、潤いを与える。そんな柔らかくならない。うん。これを使って仕上げをしていきますね。これはウォーターベースなんで、昨日のやつよりも、昨日のね、オイルベースよりも一瞬ね、こう、あ、濃くなったかなっていう感じですけど、あの乾燥するとまた元通りになりますんで、ちょっと待ってくださいね。はい、今こんな感じね、今こんな感じ。はい、数分経ちました。ほら、何も残ってないでしょ。まあ我々はまあ慣れてますからあれですけど、もしご自分でやられる場合、目立たないところでちょっとねやってみて、シミにならないかどうか確認してからやった方がいいと思います。いろんな皮がありますからね。はい、そうしたらこう一通りね、しっとりしたんで叩きます。じゃあ取ってみましょうか。どうだろうね。じゃあ実際にね、あのキャッチしてみますね。
いいとも言いますけどね。まあ今キャッチしてみた感じだとこれぐらいでいいと思うんだけど、あとはもうお客さんに聞いてもうちょっと柔らかさね調整したいと思います。以上でございます。それでは皆さん、さようなら。今置いたやんか。はい、ちょうだい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 、よし。よし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 、はい、ちょうだい。切れへんの？